次です。MBS には今年3人のアナウンサーが新たに加わりました。ご紹介いたします。はじめまして、北海道別海町出身、前田遥です。はじめまして、神奈川県横浜市出身の中野光大と申します。はじめまして、兵庫県加古川市出身の大村光志です。初めてのテレビ出演は7月6日火曜日の4ちゃんテレビ。ようやくここまでこぎつけました。3人は5月の連休明けからおよそ2ヶ月、先輩アナウンサーたちから発声やアクセント、イントネーションといったアナウンサーとして大切な基礎を学んできました。ことはないと述べるにとどまっています。この日、馬のアナウンスセンター長から4ちゃんテレビでのお披露目と、ウェブでの記者会見、そして順次ラジオの生放送でニュースを担当することが3人に伝えられました。びっくりするぐらい小学生の、今までは練習でしたけど、もうこれからは日々本番っていう日が多くなるので、今まで以上に気持ちを入れて引き締めて、はい、やっていこう。はい、はい、ラジオ川村、はい、大丈夫です。はい、はい、よろしくお願いします。まあね、広い、うん、広い。まずはテレビ出演です。本当にテレビは初めてです。今日は初めてです。もう緊張してます。いや、本番さながらのリハーサルで自分たちそれぞれの PR ポイントを確認します。自分で面接の時の発表みたいになっちゃってるから、キャラ紹介だけで終わっちゃうと何やってんってなるから、これには戻しましょうか。最後この一言だけ。リハーサルの後、3人が話す内容をもう少しコンパクトにしようということになりました。番組プロデューサーから提案を受けて自己紹介の内容が決まりました。まもなく本番です。じゃあお知らせします。はい、本番の時はテーブルの中で通してるので、私の地元別海町が人口よりも牛が7倍多いんですよ。そのため当たり前のように乳搾りをできるようになったんです。うん、今こちらに大間の本マグロがあります。今からこのマグロの兜を一頭のもとに切り落としていきたいと思いますので、皆さん、私がせーのと言ったらよいしょと声掛けお願いします。ちょっと待ってルール期待したいです。言葉に多少詰まるところもありましたが、無事本番が終了しました。テレビ初出演の翌日から3人は1人ずつラジオの生放送でニュースを担当します。はい、お伝えします。はじめは近畿に出ている警報です。大雨洪水警報が兵庫県の播磨南東部、播磨南西部、また近畿エリアの在来線も紀新線など兵庫県内を中心に運転を見合わせているところがあります。新型コロナウイルスのワクチンについて、供給された量に対する都道府県別の接種率を政府が一部明らかにしました。お疲れ様でした。最後ね、得意の野球のニュースでもありましたが、はい、どうでしたか。いや、嬉しかったです。大谷翔平選手のニュース読みたかったので、うん、打ってくれてね、ありがとうという感じです。やっぱり自分が思ってる以上に焦ってしまって、ちょっと悔しい結果にはなってしまいました。ただ今日のこの気持ちをずっと忘れずに謙虚にニュースに向き合っていきたいなって思っています。最初は雨とかでいろいろ情報が入れ替わっていく中で、そのどの原稿になるのかっていうのがちょっとギリギリだったので、すごくドキドキしていたんですけれども、頑張ったと思います。特にこういう今変わっていく情報がどんどん更新されていくね、警報が出たりとか土砂災害警戒情報が出ている中でのニュースだったので、それぞれの思いを抱えて3人はアナウンサーとしての第一歩を踏み出しました。なしバージョンでお願いします。はい、チーズ。
3人をどうぞよろしくお願いいたします。まずは顔と名前を覚えていただければと思います。